はい、こんにちは。竹さんサックスクラブサックス奏者小松武弘です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、話だけですよ。話だけで、ヴィンテージ楽器と新しい楽器のお話をしたいと思います。あの、いずれはね、ちょっとね、吹き比べなんかもしてみたいんですけど、まあ現実ね、そのヴィンテージ品と、なんだろう、新しい楽器、本当はね、同じモデルがあればいいんですけど、それでもまあマイナーチェンジしちゃったりいろいろするからわかんないんですけど、ちょっとチャンスがあったら、まあ僕の持ってるテナーのシリーズ2とね、現行、今新しいシリーズ2とちょっと吹き比べたりなんかしてね、あの違いを見て、あの比べなんかできたらいいかなと思ってるんですけど、今日お話しするのはそのなんかヴィンテージよ。そのマック6とかスーパーバランスアクションとかセルマンのね、あとコッコーンとかキングとか、そういう1920年30年40年50年ぐらいに作られた楽器と、じゃあ今のこういう現行の僕が持ってるこの柳さんね、20年ってことはねえか、2010何年生ですよね。それがどう違うかって話 で最近思うんだよ。最近ね、急に思うんだよ。で、いろんなね、いいヴィンテージもね、ちょっと吹かしてもらったりなんかするチャンスもあったりするんで、いろいろ考えちゃうんですけど、あの、結局ね、金属って、まあ金属疲労、金属疲労って言うんだけど、金属疲労って別にね、この例えばリードが使い込んで下手っちゃうような、なんか下手っていくわけじゃないんだと思うんだよね、うん、あのおそらくじゃない、その要するにさ、針金をこうやって曲げ曲げした時にいつかボキッとあのブチッてなるじゃない、あのずっと針金こうやってゴシゴシやってればさ。だからまあ金属って結局こうやって動かすとね、まあそれはなんかググれば分かるけど、硬くなるんだよ。要するに伸縮性がなくなってボキッと折れちゃうんだよね、こうやってネジネジしてると。なんで、なんか楽器もね、多分そうなんだと思うんだよね。じゃあ何ネジネジしてんだって言ったからさ、でかい音でガー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 吹いたりしたらさ、まあ悪意のある言い方だわまあね、響いてこうってね、どのぐらい、どうも確実に響いてるからさ、振動するわけじゃない。でその時にやっぱりね、長い間そういう風になってると金属がやっぱりこう、そのネジネジしたみたいになっちゃって硬くなっていくと思うね。うん、だから今までなんとなくやっぱ金属へたるって、金属疲労イコールへたるって思ってたのよね。だからなんかこう柔らかくなってってみたいな、なんかそんなイメージで感じてたんだけど、なんかね、この間あの、そう、他の、なんかね、自転車乗りの、ロードレーサーの、なんか、やつ見せたらさ、YouTube 見せたら、なんかそれやっぱり、そのプロの、元プロの人が、その、今、カーボンのね、フレームと、アルミのフレームの、経年劣化の話してたんだけど、その、アルミフレームって、やっぱり柔らかくなるってことはないっつうんだよね。そのカーボンは、使い込んでるうちにこの繊維がやっぱりこうなんか柔らかくなって、こうこう乗り味が柔らかくなるってことがあるらしいんだけど、アルミはないって言ってた。やっぱ金属はやっぱりそういう風になればなるほど、どっちかというと硬くなっていくっていうんだよね。でもしそのそれがこう使い込んで、そのアルミの場合、あの自転車がね、柔らかく感じるって言ったら、それはこの溶接の部分がなんかやっぱり緩んできて、なんか接着度が甘くなってきて、そこがこう動いて柔らかいって感じるんじゃねえかっていう話をしてて、なんかそれ結構なんか分かるんだよね、その体験で。ずっとね思ってたの、そのヴィンテージ吹いてて、そのなんかヴィンテージは金属が違うとかなんかいろんなこと言われてね、なんかそういう風にね、いろんな、なんかもう本当都市伝説みたいなことみんな言うわけ、アメセル材質が違うとか、そんなことないんだけどさ、フランスって作ってんだから。だけど、それがなんか、50年代だと40年代だと材質が違うとか、セルマンも、あの、金属の品質管理ができてねとかさ、錆びると赤くなるヴィンテージがあるけど、緑色になるやつがあるとか、まあね、いろんなこと言うんだよ。で、
とにかくそのなんか材質がどうのこうって言うんだけど、なんかそんなことよりも実はね、その経年でもって硬くなっちゃってるっていうのが実はヴィンテージの音だと思ってんじゃねえかっていう、なんかすごい根本的なこと考えちゃってさ。でね、ちょっといいね、ヴィンテージのあるじゃん、全然使ってないやつ、でそういうのピッカピカもね、そういうのね、ちょっとね、吹くチャンスね、あったりして、こう、たまに吹いたりなんかするんだけど、いいんだよ。いいんだよ。だからね、なんだろう、その、難しいよ。その、どこまでがヴィンテージの形ならではのサウンドなのか、とか、っていう、いうのって、こう、判断難しいんだけど、まあ、この僕のね、この、少ないサックス、短いサックス人生の中で、ね、あの思うのはね、経験で思うのは、実はね、なんか違うかもしれないですよ、それ。あのヴィンテージってただこうなんか金属がちょっと硬くなっちゃって、でなんか溶接ローズ系の部分が柔らかくなっちゃったバランスの楽器の音かもしれないし、わかんない。だけど近年、最近すごく思うのは、新しい楽器のなんか金属、まあそれ思い込みっちゃ思い込みだよね、プラシーボだってお前プラシーボだろって言われちゃうかもしれないけど、やっぱりね、新しい楽器のこう金属の柔らかさからくる伸びやかな響きっていうのはやっぱあると思うんだよね。同じだって、同じぐらいに吹いてもやっぱ響きがよく響くもん。だからヴィンテージはね、なんかそんなにヴィンテージって強く吹き込む楽器じゃないし、そんなになんとかな、なんだろう、今みたいな派手なセッティングじゃないし、ね、そんなにマウスピースでリードが鳴らなかったから、あのなんかもっと小さい音でみんながこう小さくやってる範囲でみたいなね、なんかそういう使い方をする楽器なんだみたいな風にも思ってたんだけど、いやいや、なんかね、そんななんか派手なセッティングでなくても、やっぱり結構コルトレーンのセッティングなんてね、今にしてみれば狭いしリードもそんなに硬くないんだけど、それでやっぱりまあ今となればね、そんなに今の時代のサックスに比べるとそんなにでかい音じゃないけども、ただあの当時すごくいいサウンドしてたっていうのはね、楽器のなったね、金属がなんかいい響き、いい伸縮性がまだあるっていう、なんかそこはね、なんか大きいような気がするんだよね。そうすると、うん、すごいね、本当にヴィンテージのインサウンドを求めたかったら、やっぱりね、ちゃんと探さないとダメ。あの、本当に吹いてないやつ。それはするよ、値段。結構すると思うけど。ああ、なんかそういうのだったら僕も欲しいかな。うん、だからなんか最近ね、あんまり僕のマーク6もちょっとこう、そういう意味だと硬い気がする。なんか思い込みかもしれないけど。なんでなんか柳沢とか吹いてる方が、あのなんかすごく自然な響きがしていいななんてちょっと思っちゃったりしてるんだよね。そんな感じでヴィンテージと今の楽器っていうのは、実はもしかしたらその金属のそのね、あれ、金属疲労っていうの、金属の変質、うん、それが実はサウンドの一番大きな違いであって、そんなに古い楽器が、ジャジーなサウンドしてたり、なんか古い楽器だからっていうね、なんかその古い楽器だからこういう音がするんだよって言ってることは、みんななんか結構ね、金属疲労の楽器ってそういう音になるよねっていう話、そういうのがね結構な多いんだよ、うん、まあそんな話もちょっとね、してみましたけど、ちょっとネガティブかな、あんまり。でも、ほんとデッドストックでいいやつだったらいいと思う。うん。だから、ちょっとそういうの探して、ヴィンテージ興味ある人は、そういうの探して。そうじゃない人は、僕は新しい楽器を強くおすすめします。はい、そんな感じで、今日もありがとうございました。